スティフティング・ベトバール・トフトバル・フィテッセは、オランダ・ヘルダーラント州、アーネムを本拠地とする、サッカークラブチーム。現在の SBV ・フィテッセの母体となるクラブの起源は1887年にまで、遡る。この年、クリケットとサッカーを行うスポーツ団体として、フィテッセというクラブが誕生した。フィテッセはフランス語から取られたもので、スピードを意味する。この、フィテッセが、 現在のクラブに繋がっている。SBV フテッセは、破産寸前に陥ったり、長い二部落ちを経験した時期もあったものの、1989から90シーズンにエールディビジンに復帰後はアヤックス、PSV、フェーノールトラ競合チームに次ぐ成績を収めていた。1998から90シーズンの KNVB カップでは決勝まで進出。 1997から98シーズンにはギリシャ代表 FW ニコスマフラスを擁し、アヤックス PSV に次ぐ3位となった。マフラスは32試合で34得点を上げ得点王に輝くとともにゴールデンブーツ賞を受賞した。しかし2000年以降は2桁順位になることも多く苦戦を強いられている。同じヘルダーラント州に 本拠地を置く NEC 内名編とは、ライバル関係にある。ホームスタジアムのヘルレドームは1998年に新設され、ユーロ2000の会場にもなった。毎年、1万席のシーズンチケットを販売し、その都度完売している。サポーターの大半は、ヘルダーラント州に在住しているが、彼らの中には、隣国ドイツから越境してくる者も,もいる。2010年8月、 グルジアの実業家、メラブ・ジョレダニアにより買収された。その後毎年繰り返されるごたごた続きのクラブ運営で、ラインの FC ハリウッドと呼ばれている。2017年4月、クラブは125年の歴史の中で、初のメジャータイトルを獲得、KNVB カップ決勝にて、リッキー・ファン・ボルフス・イーン・ケルノに得点もありにかられの、スコアで、A.G. アルクマールを破った。なし中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。フィテッセはこれまでに 多くのトッププレイヤーを排出している。その例として、アレクサンデル・ビュートネル、ケビン・ダイクス、マルコ・ファン・ヒンケル、テオ・ヤンセン、ヨン・ファン・ビュー・ケリング、ニッキー・ホフス、ダビ・プレパー、ピート・フェルト・ハイゼン、スタイン・ス・ハールス、ロイ・マカーイヤ、リッキー・ファン・ボルフス・イーンケルなどがいる。アカデミーは、年齢別に振り分けられた A から D までおり、トップチーム昇格前の最終カテゴリーとして、 ヨングフィテッセが存在する。また、フィテッセはアガーブ・アペルドールンをはじめとする計9つのアマチュアクラブと業務提携を結んでいる。1984から85シーズンから1899から1900シーズンまでは、青の斜めラインに白地を基調としたユニフォームだった。また、当時は、ユニフォームは各自持参だったため、ユニフォームを試合に持ってこなかった選手には五十セントの、 罰金が科された。1900年8月27日、クラブ経営者による話し合いの結果、今後は黄色と黒をクラブカラーに採用することを決定した。これ以降、クラブカラーはその2色に固定され、現在も受け継がれている。また、クラブカラーを正式に変更したのは、オランダ国内でフィテッセが初めてである。2007年より、 毎年の9月17日から25日にかけて、フィテッセは紫と水色のストライプという期間限定の特別なユニフォームをホームゲームで身につける。これは1944年の第二次世界大戦中、アーネムで起こったマーケットガーデン作戦の空挺部隊を称えるために作成されたものである。また、この期間、ホームゲームでは当時その空挺部隊に所属していた。 退役軍人をスタジアムに招待し、試合前にセレモニーを行っている。クラブのシンボルは鷹で、エンブレムには相当の鷹が描かれている。2008から09シーズンからは、ヘルトフという名前の鷹をマスコットに任命し、試合前にグラウンド上空を飛ぶよう訓練されていたが、初飛行を終えた2009年10月、イーストン感染症によって死亡した。 サポーターハウスフィテッセが公式に認めたサポーターズクラブには現在3000人もの会員が所属しておりサポーターズクラブに従事するボランティアは100人を超えるサポーターズクラブは年に6回公式ガイドブックを出版している2015年にはクラブからサポーターハウスが授与され試合前後の集合や決起集会などはここで行われている フィテッセ最大のライバルは、NEC ナイメ編。両者のダービーは、ヘルダーセダービーと呼ばれ、優雅でエレガントなサッカーをするフィテッセと、荒削りで闘争心あふれるサッカーをする NEC ナイメ編の戦いである。フィテッセは、ヘルダーラント州の州都の本拠地を、NEC ナイメ編は、ヘルダーラント州最大の都市であるため、どちらがより上の都市であるかを争う意味もある。しかし、 近年では、NEC 内面編は、小広角を繰り返すクラブに変化しつつあり、両者の実力差と経済力は開き続ける一方で、ある。両者のクラブでプレーした選手は少ないが、ベーテルビソヘルホーフや、ビレムコルステンらがいる。また、デフラーフソハップともライバル関係があるが、デフラーフソハップサポーターが、フィテッセサポーターよりもライバル意識を持っている。他にも、 ゴーアヘッドイーグルスなどに、ライバルに当たる。ベルトヤコブスレオベーンハッカーヘンクテンカテロナルド、クーマンアートデモスフレット、ルッテンピーターボスレオニードスルツキー。ありがとうございます。